エギーユ、仕事中？おう、情報収集だ。今日中に情報や5人と会わないと。大変そうだな。エギーユは私たちの目であり耳であり頭脳だからね。じゃあロゼの役割は？そりゃあ頭だよ、頭領なんだから。頭脳のない頭って頭蓋骨？うるさい、細かいこと言うな。頭領は勝利の女神ってところさ。昔は米神だったがな。米神？先代の頃だ。小さな頭領をおぶって戦場を駆け回ったものさ。楽しかったよね、あの頃は。ああ、仲間を助けて敵に勝つ、それだけだった。そうだったな。今はそうも言ってられん。裏社会は情報が命だ。面白いネタあった？いくつかな。近頃噂の同心マルフォは、以前はローランス教会の司祭だったらしい。フォートン枢機卿の死に乗じて勢力を広げているようだ。うんうん。それと二世エリクシールの件、本家の教会も無視できなくなって製造元を調べ始めたらしい。それってゴドジンの村長さんが？ゴドジン？それがさ、そんな裏事情があったのか。エギーユ、私の決断は？いや、頭領の意思は俺たちの意思だ。だが見届ける必要はあるだろうな。分かった、そうだよね。ゴドジンに行ってみよう、様子を見に。ありがとう。ちょっと聞いてみよっか、同席の情報。じゃあ私が聞いてくる。大丈夫か？危なそうな奴らだが。任せとけって、商人はみんな兄弟、お金大好き仲間。いいのかそれ？ここはロゼさんにお任せしましょう。俺たちじゃ騙されても気づけないしな。一緒にしないでくれ。情報ゲット。こっから北にある遺跡で洞石を見たって。北の遺跡か。あいつら何を笑ってたんだ？俺を笑ってるのか？偽同士と思ってるんだよ。私は詐欺の被害者だってさ。勝手なことを。仕方ないですわ、そういう方はあちこちにいますし。だがそんなのと同じ扱いとは。相手にしてもしょうがないっしょ。はあ、怖がられるより笑われる方がいいしな。調合が完了したよ。お集まりいただき感謝します。私が同志マルフォです。おい同志様よ、疫病の町を救ったって噂はマジなのか？なーに、ハイランドの王女を手伝っただけですよ。一晩で橋を架けてね。じゃあグレイブガンとの戦いを収めたっていうのは？人同士が争っている場合ではない。そのことを知らしめたかったのです。苦しい戦いでしたが、ローランス騎士団の理解を得られました。あれ、白王騎士団のセルゲイ様よね？まんざら嘘でもないってことか。ははははは、幸い捕まらずに済んでいますよ。
そうよね。偽同士なら騎士団がほっとかないわよね。つまりこいつ、この人は…マジで本物の同士か。私のことはいい。だが、天族の加護は信じてください。それこそが世界を救う唯一の希望なのですから。皆さんが望まれるなら、この同志マルフォが命を賭して彼らに祈りを届けましょう。同志マルフォ、同志マルフォ、世界に天族の加護を。ふざけるな。全部スレイがやったことだ。セルゲイだって分かってるだろうに。何かあったのかな。多分。待ってください、同志スレイ。マルホの件には理由があるのです。分かってる、セルゲイだからね。あのマルホはどう取り入ったのか、トロワ将軍のお気に入りで。将軍から騎士団に命令が下されたのです。同志マルフォを警護せよと。そんな理由なのか。所詮帝国に飼われる身だ。トロワ将軍は皇帝陛下とも近しい大貴族で。言い訳は無用。どんな理由があろうと、自分はスレイの名誉を傷つけた。詫びの言葉しかない。俺に名誉なんて。それより、どうしてあんなに期待されてるんだな。それが分かってよかったよ。貴公という男は。気にすんなって、セルゲイ立ってただけじゃない。言えなかったのだ、何も。自分は本当の同志を知っているというのに。利用されたのね、ああいう気まじめさを。まったく皮肉だよ。汚れていない人間ほど生きづらいなんて。人の集団の厄介な点ですわね。けどそれの中で生きていくのが人間だよ。難しいな。ミクリオが怒るときってさ、大抵スレ絡みだよね。は？そんなことないだろ。何その反応、いいじゃん家族なんだし。スレ、まだ寝ないのか。ああ、ちょっと街を見たくなって。静かだから逆に歴史の重みが感じられるね。アスガード流星期から続く古都ならではだ。今更だけど思うよ、本で読んでた街にいるんだなって。古代の旅人なら詩を捧げるところかもしれないな。しかペンドラゴ、夜の景色もいい感じ。スレイ、今のはあれだけど、練習しなきゃ上手くならないだろ。なんだ今の声は。うるさいわよミクリオ。僕じゃない。とにかく外だよ。今の方向はまさかかのもの。わからない、あの領域は感じないけど。おやつ完成。
いたわ。ヒゲ猫じゃなくてトラ猫。爆雷神なんて方向だ。あれはトラブジ、きっとコブリューの使い手ですわ。きっとってことは出任せね。バッサリだ。無用な福祉はトラブジの元ですわね。切れなく先行爆雷。それでは乗りません。片付ける。あらやり果てよ。断月流かわせみ。やっここの雑誌の中での無駄支援なんだ。力量はどう？才能に満ち溢れていると思いますわ。過大評価しすぎだと思うけどね。ミクリオさんとの友情も申し分ないですし。それこそ過大評価だと思うけどね。まあ失礼なお嬢さんね。せめてぽっちゃりさんと言って。ごめん。ハズレか。紛らわしい。もしやムルジム様？ええ、そうよ。有名人？一匹狼、いえ一匹猫の恋天族で強い加護の力を持つと聞いています。へえ、私としたことがみっともない姿を見せちゃったわね。この町は人間の欲望で溢れているわ。気に病むことないと思うけど。いいえ、償わせて。同志、この町に加護をもたらす天族を探しているのでしょ？でも、この町は。ペンドラゴは大都会だ。汚れを消し去ることは不可能だし、教会も権力と結びついている。でもそれは、真剣に救いを求める声が多いってことでもあるわ。困り果てて天族にすがってるだけだ。純粋な願いには違いないでしょ。加護を維持していくことはできるわ。それでもまた兵馬になってしまうかもしれない。私考えがあるの。教会の権威を利用してみようと思うのよ。人間の捧げる祈りを自分で選別しようというのか。したたかね。私は考えさせられたのよ、加護がどうあるべきかを。なんかあったの？祈りを単純に受け入れて加護を与えるだけでは誰のためにもならないってことよ。ふっ、小難しいこと。人との共生のためには天族もいろいろ注意するのは当然なのよ。そっか、
その天族も気づいてくれてるといいね。あら、勘のいい子ね。え、本人のことじゃないのか。別の人のことでしょ。ほんと、気づいてくれていればいいんだけど。お考えはわかりました。適切な器をお探ししますわ。教会神殿の碑文はまだ無事？あれなら信者といい距離が取れると思うんだけど。無事だよ。お願いします、ムルジムさん。同志さん、いろいろ言ったけど人を信じてないわけじゃないのよ。人も天族もそれぞれわきまえなきゃならないことがある。そう、お互いにね。なかなかのね、人物だね、ムルジムは。だよね、見た目はでぽっちゃりだけど。汚れ、祈り、祀られること、加護を与えること。私たち天族ももっと人との関わり方を考えるべきですわね、ムルジム様のように。もちろん俺たち人間もそういう努力の先にあるんだと思う。人と天族が共存する道が。けどそんなムルジムですら氷魔になった。現実は過酷よ。言い方も過酷だな。現実を見ずに理想を語るな、でしょ。ああ、このペンドラゴにムルジムが対処できないほどの汚れが溢れた。それは忘れちゃいけない。なんか訳があったのかもだね、汚れがすっごく溢れたのも。そうですわね。任せきりにせず、僕らも時々様子を見よう。だな。